動物の友達と VTuber トラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。1月10日、今日はなんで休みになったのかよく分かんなかったけど、まあそうか、成人式だったんだなっていう感じですね。まあ僕は今日は初詣に行きましたけども、10日も経ちましたけども初詣に行きまして、でまあ道が混んでるわけじゃなかったけども、おそらく違う場所、まあ北九州ではメディアドームっつってもあれなんですよ、競輪場なんですよ。競輪場で、まあその成人式っていうのが行われてて、まあ僕らの時はスペースワールドでしたね。まだありし頃のスペースワールドで成人式があって、でやってましたけども、まあ派手というか、なんというか、そういうあれでしたよね。なんかマクドナルドのドナルドの衣装を着たやつがいっぱいいたりとか、なんかすごいリムジンみたいな車に何十人か乗って箱乗りになってわーって来てるやつもいたりとかさ、ね、そういうのがいっぱいありましたね。まあ派手で、あったらね、よかった、なんかすげえ、もう子供として最後の日だからみたいな感じで、あとはもうお父さんお母さんに恩返しをしたいですみたいなことを言って、なんかテレビの人たちはなんかこんな格好してるけど素晴らしいお子さんなんだなみたいな感じでね見られますけども、そういう格好せずにね普通にやってる子が一番いいと思います。僕はそういう子でしたけど、なんだろうね、なんかそういうところばっかり取られても困るなっていうところもありますけども、皆さんのところの成人式はどうだったんでしょうね。僕らはほら、なんかそういう色眼鏡で見られるような場所だった、特に見られる場所だったんで、ね、仕方がないですけども、まあそういう子たちが全員いい子かっていうとそういうわけじゃないです。はい、お父さんたちが怪しい仕事をしてたりとかっていう人もいます。はい、全員が全員そういうわけではないです。はい、人は見た目によらないとは言いますけども、見た目によるところもあります。ねえ、いや、一部ですよ、一部だけね、皆様の成人式どうだったんでしょうかね。この後にさ、大体成人式が終わった後って同窓会とかがあるわけですけどもね、まあ同窓会は行かなくてよかったなって感じしますね。僕は行っちゃいましたけどもね、今考えたら行かない方が良かったと思いますよ。ほんで、今年の成人式に関しましてはね、オミクロン株が流行ってるってことなので、成人式後の同窓会は控えるようにっていうふうに各自治体からは言われてるみたいですけどもね。まあでも会いたい人、まあ楽しいって思ってる人は、学生時代とかそういうのが楽しかったっていう人はね、行きたがってんじゃないかななんて思いますけどね。行きゃいいんじゃないかな。もう好きにすればいいと思います。ただちゃんとワクチンとかそういう感染予防対策とかっていうのはしっかりしてほしいななんて思います。ましてやランチキしてね、ハプニングなんとかみたいなことにならないといいですけどもね。さあ、ということでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思います。カマイルカのダブル妊娠、水族館が発表、しかし成功例は少ない。福岡市の水族館マリンワールド海の中道は、飼育しているメスのカマイルカの妊娠を発表した。待望の妊娠なのだが、実は喜び2倍のダブル妊娠なの。高いジャンプ力で観客を魅了するカマイルカ、その名前はカマのような背びれから来ている。今回妊娠が判明したのは、ショーで喝采を浴びるメスで、推定22歳のサンゴと推定16歳のヒカリだ。飼育員さんによると、これまでカマイルカの出産はありませんので、そういった意味ではかなりのチャレンジにはなった。マリンワールドではカマイルカの妊娠は初めてのことで、無事に出産すれば福岡では初の怪魚となるというとこですね。でカマイルカの繁殖計画が始まったのが大体2021年、まあ、去年ですね、去年の5月から。でこのオスのプールに、サンゴと光を移してお見合いが行われたということで、まあ、オスとしては2人とのどちらかを選ぶではなくて、どちらも選んでいいよというそういう状況なわけですね。なかなかにこう羨ましいシチュエーションでございますけども、でうまくいってほしいと飼育チームが見守る中、積極的に近づくオスの様子も見られ、期待は高まっていた。
そして7月にはサンゴが妊娠、そしてその次に光の体内にも赤ちゃんがいることが、11月の5日に確認されたということで、で順調にいけば2022年の5月から、9月頃それぞれ出産を迎えることになるというところですね。で、まあ、ただこの出産下での課題というのは課題が多くて気が抜けない日々を過ごしているというところで、マリンワールドの飼育員さんおっしゃっております。とても嬉しい反面、来年大丈夫かなという不安もありますね。ウイザン、来年というか今年かね、もうウイザンになるので、あとマリンワールドでもカマイルカの出産は初めてになりますので、というところで、カマイルカかなり神経質な性格で飼育や繁殖が難しいと言われている。国内で飼育中のカマイルカの出産はこれまで52例あるが、子供が1歳以上に成長したのは半数以下の22例にとどまっているというところです。で、さらに2頭のようなウイザンの場合、その成功率は 10% ほどで非常に難しい出産になるというと、まあうまくいったら本当に奇跡みたいな感じですよね。でこれ人工保育に使用するミルクとかっていうのもかなり高額になるみたいでございまして、生まれたばかりの赤ちゃんはお乳を見つけられずに母乳を飲めないことがあり、人工保育が必要になるケースもある。そこでアメリカから動物用ミルクを仕入れたいというんですけども、これ1回にだいたい20万円ぐらいかかるというところで、やっぱり野生に比べて飼育下での出産はノウハウが少ない一方で、課題も少なく、スタッフも週に1回エコー検査を実施するなど気の抜けない日々を過ごしているというところで、まあ飼育員さんがおっしゃるには、生まれるまでにちょっといろいろと対策を練るのが重要になってきます。成功例も少ないので、どうやったら一番いいのか、ベストな状態を一緒で、にみんなで考えているところですというところで、イルカ飼育チームが総力戦で出産準備に入っているところになっているというわけですね。でまあマリンワールドってイルカショーやってて、このサンゴと光もずっと参加してるわけなんですけども、まあ、今予定されている出産時期の 2,3 ヶ月前には産休に入るというところで、そういうショーが見られなくなるというところらしいですね。まあ、だから見られなくなってもちゃんと無事にね、子供たちを育て上げたりとか、しっかりと成長させてあげることができるのか、まあ、イルカ、カマイルカたち自身もそうだし、これは水族館の、その力っていうのもそうだと思いますので、動物と人間がしっかり力を合わせて、子供たちの成長っていうのを見守っていければななんて思っております。ということでございまして、今日のお話はカマイルカのダブル妊娠、水族館が発表、飼育員チームが総力戦で出産準備へということでございました。